世田谷区では身近な生活をテーマとし、自分たちで工夫しながらものを作り出そうとするワークショップという活動が盛んです。そんな流れの中で、将来三軒茶屋にできる仮称文化生活情報センターの準備イベントとして、三軒茶屋の本を作ってみませんかという呼びかけがありました。この呼びかけに集まった24人が4つのグループに分かれ、三軒茶屋を自分たちの目でもう一度見直そうと、三茶三茶の散策に不思議物件、三茶は私の仕事場です、三軒茶屋お休みどころというテーマで本を作りました。今日はこの本を紹介しながら彼らの活動を見てみましょう。三茶楼についての、まあ、三茶楼紹介が中心で、で手に取った人がその本を見ながら三茶楼回ってくれたらいいっていうような本なんですけど、台割りを作る時点で私も全然違ったんですけども、じゃできそうじゃないということで、でも台割り作る時間終わってて、でその中に出てきた言葉が三茶楼で、みんなが飛びついたっていう、だから時間がなくて作っそうなったっていう感じが多いんですけど、あとその三茶楼の種類みたいなのを述べてて、あと30選っていうのは私たちが実際に歩いて数多い中から30選、厳選して、三茶楼の中でも面白い建物が建ってる三茶楼とか、面白い目につくものがある三茶楼を選びました。6ページで30選入れる。そうですね、だからかなりちょっと小さくなるんですけど、文章もそんなには、うん、長いのは深くなるのは長くしてあるんですけど、本を作るには企画に沿って取材や写真撮影が必要です。一通りそれが終わると台割りといって本全体のレイアウトを決めます。本制作のワークショップではプロの編集者の方に参考意見を聞きながら完成へ向けて頑張りました。そういうことなんですね。それで写真で、まあ一つ二つ選ぶよりもとにかく数で押してみようっていうことで、それで選んでいくうちに、もしなかったら説得力がないから、じゃあ他の文章主体でやってみようっていうことだったんですけど、結構歩いてみたら本当に30以上あって、三茶楼の面白い使い方とかね、その三茶楼っていうどういう可能性があるのかっていうのを、せっかくこんだけ30のフィールドワークするんだったら、30の使う30の三茶楼を見る中から、三茶楼っていう特殊な空間っていうのの面白さっていうのはどういうふうにあるのかっていう、この取材班のなんか提起、問題提起なり発見なりっていうのがどんどん出てこないと、あんまり抽象的になんか街が変わっていくのはつまんないっていうだけではね、なんか街のダイナミズムっていうのがあんまり出てこないような気がするんですよね。三皿について興味深い考察がありました。人に読んでもらう文章を書くには独りよがりの文章ではいけません。そこで読み合わせを行って、誰が読んでも分かるような文章に練り上げます。配置され道具が未知空間を視覚的に引き締める。これは次に本作りの紙面を作る大切なレイアウトが行われます。それぞれのグループで選ばれたアートディレクターが進行係の小部さんにいろいろとアドバイスを受けています。2人だけどもっと詰まってるでしょ、10パぐらい詰まってる。それでこれややだから約70と、70と計算しておく、70。それからこれはどのくらいだ、44球。で行間はすごい詰まったんですよね。だからそれを君がなんとか強引にそっち持ってきたのに努力ですよ、ね、その辺でせめぎ合いってあるんだよ。アートディレクターとデザイナーのせめぎ合いは。理由の一つは文章の最終チェック、構成です。進行係の黒川さん、語句の使い方から句読点の打ち方まで細かくチェックしています。赤ペンを入れられて編集者たちは真っ赤になった原稿を何度も書き直します。3行目から読むと時間にして5分足らずなのにもかかわらずっていうところ点あった方が良くない。でね、あとこの間も引っかかったんだけど、今やっぱり気がついたんだけど、次の段落、三軒茶屋の映画館のうち一つがポルノが中心、
これその次あとの2件点って入れた方が分かりやすくない？そのじゃれるスタジオのようで可愛い。いよいよ本作りの最終段階、グループごとにできた仮本を発表し全員で意見を交わします。幸運にもこの本を手にされた方はぜひ一度テクノサンサルに出かけ素敵な何かを見つけてください。ここは昔大山道が通っていて農業を営んでいた三茶の人々が炙り山とも言われた大山に参拝するために使った。この三茶路は三茶の地名の由来ともなった三軒茶屋かっこ信楽屋、田中屋、角屋があり、表紙にルビーつけちゃおうよ。それでこの部分はこれはいらないと。そしてここの見出しが、この見出しに三茶と三茶路については表紙のルビーをついたものをそのまま持ってくる、表紙のロゴをそのまま持ってくる、ひらがなはワープルでいいけどっていうふうに整理すると全体がスッキリすると思います。このようにして三茶三茶路散策記の本が作られました。今回の本作りのワークショップは企画から始まって取材、台割り、読み合わせ、レイアウトと本の制作過程を一つのグループ5、6人で行いました。では他の3冊の本について見てみましょう。つまり三茶のイメージっていうのが例えばディスカウントショップが多いとか、それから下町っぽいとか、映画館が三軒もあるとか、そういうものがいろいろ出てきたんですね。だから一つに何か三茶はこういう町だっていうことでくくれないと思ったもの でそれで結局そのいろんなものを出したいということ で三茶の、まあ、不思議を探るみたいなことにしようじゃないかっていうことだったんですね最初は。これいろんな色が入ってますけれども、このピンクが写真になります。それでこの黄色が手書きの、地図になります。このたるまでの内容っていうのは踏切を車が通るのを電車を待つっていうのが不思議で、その謎について書いてあります。ここは迷路です。ごちゃごちゃと戦後に立ち並んで飲み屋さんが並んでいるところがあるんですけれども、この辺をぐるぐる歩いてると道が分からなくなってしまうということで、それでこの迷路の迷路という題名になっています。三軒茶屋映画劇場と5階のスタジオアームスでやっているいろいろな寄席とかいろいろな催し物について書いてあります。でこれは大使堂に今5軒の銭湯があるんですけれども、今小倉さんが減ってくどんどん減っていく中で、大使堂では随分銭湯が多いなという、そういう、まあ、なぜっていうのから始まったんですけれども、その銭湯について書いてあって、でこれは、僕たちの班ではテーマは三茶は私の仕事場ですっていうテーマなんですけども、その人々のその仕事ぶりからその人の人柄だとか歴史だとか過去だとか、あるいは町の移り変わりだとかで、その三茶現在の未来ですね、どうなっていくのか、そういうのが浮かび上がるようなその雑誌に本に作りたいと思っています。ああそうね、地図を進めるとか、ああ、ね、とかっていろいろあるし、だから、うん、そうだね、文字感覚とか設定、書式設定の時にあるね。そうだからパソコンになるとそこまで細かくできるんだけども、ワープロってもう少し 大雑把じゃない何種類かしかできない。ワープロ言語に起こすのうん、交通事故っていうのが、うん、なんかあまり話聞くのもよく分かってますから、うん、それは今日終わりの時に説明した方がいいね、みたいね、うん、そうですね、まずお休みところっていうのを選んだのは三軒茶屋という言葉で
三軒茶屋があったと。で今は、そういうものは具体的にもなくなったし、それから三軒茶屋でほっとしてる、そうほっとする場所っていうのはあんまりないんじゃないかという、そういう街になってしまったんじゃないか。じゃあもう一度あの再開発の中に三軒茶屋が入ってるんであれば、そういう街に街を取り戻したいなっていうことで、あのお休みどころっていうタイトルにして、あの本を作ろうと思ってます。これは非常にいいと思います、投資の絵が。それで次のこのカットも抜群のアイディアだと思う。ただし絵が下手だっていうのは密度がちょっと荒い。もうちょっと同じ、ま、人が3人いて、この目が大きくてパッてやると引いて、あの人がビルになるというこの解釈はまだこれからに委ねられるけれども、とてもいいと思うんですが、もう一回書き直してほしい。それであのこの非常にスタンダードだけどスタンダードに組むところまで行ったっていうことがすごいと思うんだけど、この目次ね。進行係の鳴沢さんに今回のワークショップの活動について伺いました。なんか物を作るってことを通して、それを道具にして自分がなんか考えていく種とかきっかけとかっていうものをとにかく作っていくんだっていうのが、まあ、こういうふうなワークショップって言われているその作業の特徴的なことっていうのかな、そういうことなんだと思うんです。だからあのこれをやった後にその参加者たちがなんか自分でそのことでその自分自身のこれからなんか夢とか自分でやりたいことみたいなものが少しでもなんか展開する、自分で展開していく手助けになれればいいなというふうに思っているのが、まあ、僕らの企画している側の狙いというふうに言えば狙いだと思います。